ろそろ起こした方がいいんじゃないか。ほっとけばいい。またソファーで寝ちゃった。行ってきます。行ってらっしゃい。あ、宿題やってない。やっとった。キーちゃん、元気出して。行ってくるね。ミオ、忘れ物大丈夫？多分、行ってきます。同じ夢を見たの。崖から落ちる夢。なんだろう。地に足つけろってことだろ。ちゃんとついてます。ミオ、数学の宿題やった？この顔で察して。また夜更かしして寝坊だろ。え、なんでわかるの？顔が薄いから。何してんだよ。痛いや。だって持久走とか超だるいじゃん。歩きながらでも最後まで完走しろよ。ったく。無理。こんなことやって何の意味があるの？村田あずさ、森川ひなた、森田かすみ、山川優、渡辺千さ、渡り楓。あ、三教科も追試、マジ憂鬱。サボってるからそうなるんだよ。だって努力したからって絶対報われるわけじゃないじゃん。それだったらなんとなく生きてた方が楽。ねえ。ん？地面と空の間を言うときさ、地平線って言うじゃん。海だと水平線。空と宇宙だと何？空平線？なんだよ空平線って。もっとロマンチックに言えないのかよ。そうだな、例えば空の彼方とか。空と宇宙の間は空の彼方。そうだ。どうした？空の彼方へ。今日もペンギンたちが元気に空を飛び回ってますよ。いつ見てもほんと飛んでるみたい。ここマジテンション上がるな。でしょ。いつも一人で来てんの？そう、たまにまどかとも一緒に来るけど。何？誘ってもらえなかったのが嫌なの？は？そんなんじゃねえし。私海の生き物とか好きじゃん。知ってる。中学まで水族館で働くって言ってたもんな。そう、でも夢は諦めた。ミオに世話されたらたまったもんじゃないからな。何よその言い方。ムカついたなら努力しろよ。気が向いたらね。ほんと、何でも簡単に諦められるんだな。あ、でも諦められないことあった。なんだよ。一度でいいからクジラみたいの。
へえ、俺クジラ見たことあるぜ。え、嘘、どこで？天川岬。近いじゃん、今から行こう。マジ？夕方には着くでしょ。ねえ早く。映画は来週、まだやってるでしょ。何撮ったの？海。見せて。嫌だよ。なんでだよ。嫌だよ、やめてよ。見せろって。嫌なことがあるとここ来るんだよ。目を閉じて海の音を聞いてると落ち着くんだ。こんなに息抜きしたんだ。通し頑張れよ。俺。何？頑張れるお守り。何それ？どこの神社？新田大明寺。これは頑張れそうだ。投げ出すなよ。うん、絶対最後まで投げ出さない。じゃあ約束。うん。久しぶりだから見入っちゃった。ああ、写真？そう、あんたに頼まれたから。これ飲んでいい？それ母さんの、自分で入れればいいじゃん。面倒。もうあんたはいつも。ミオは音痴だった、歌嫌いだったでしょ。これ、発表会の写真。歌は好き、歌うのが苦手。ってか、なんでこんな写真撮ったの？歌も踊りもお稽古ごと全部ダメだったよね。これも泣いてるもん。ねえ、だからなんでこういうのばっかり保存してるの？よく新田くんと森屋行ったよね。やめちゃったからな、森屋。森おばあちゃん亡くなっちゃったからね。で、写真何に使うの？文化祭。なんかさ、うちのクラスタイムマシンカフェとかいうのやるらしくてさ、そこで昔の写真飾るの。うん、何それ。でしょ、今から準備とか超だるい。文化祭もいいけど、追試頑張んなさいよ。うん、分かってる。キイちゃん、元気出して。私はまたキイちゃんの元気な姿が見たいな。あー、勉強はもう無理。全然頑張れてないけど。なかなか言えないな、自分の気持ち。Oh!
寝坐か？今日大丈夫なんだろうな。まあ追試終わったら遊びに行こうぜ。うん、どこ行く？どうしよう。どうだった？まあまあかな。待たせちゃったね。ねえ、ん？あのさ、新田と仲いいじゃん。別に付き合ってるとかそういうんじゃないんだよね。うん、私新田のこと気になってて。あいつとは腐れ縁なだけで何とも思ってないよ。てかぶっちゃけあいつと付き合うなんて絶対無理。よかった、うん、頑張っていい？まどかなら絶対大丈夫。めっちゃ応援するよ。新たには適当に言ってさ、今日は二人で帰んなよ。え、でもさ、行った行った。調子悪いの？別に。楽しくなさそうじゃん。楽しいって。低能力占い？嘘くさ。でも面白そうだね。嘘くさいって言った割には占ってもらうのかよ。いいでしょ。自分のお金だもん。何に使おうがさ。どうしたの？あ、いや、別に。なんかあったの？なんでもない。ねえ、寒くない？あ、なんか変な感じ。霊能者？オリカ？ミオ、ここはやめ。たく。しました。あ、何でもないです。占うのはどちら？あ、私です。トラブルが起きようとしている。え？大きな変化と終焉、待ってるのは試練。試練？
運命の輪。ごめん。急にどうしたの？何かあったの？何もないよ。新たおかしいよ。急に人が変わったみたいにさ。私帰る。ミオ。ミオ待ってよ。やめて。あ。あのさ、私たちってどういう関係だっけ？別に付き合ってるわけでもないしさ。ただの腐れ縁じゃん。新たは友達も作らないで私とばっか。もうこういうのやめない？ミオ！春眠暁を覚えず、春は心地がよく朝を寝過ごしてしまう。私の解釈ですが、心地いいからといっても。ロマンショーはそこではない。何今の声、気持ち悪い。怒ってるよね。昨日ね、新たん家に謝りに行こうと。でもね、途中で。ミオ。何？
たんだ。あ、この黒い影、人？あ、袋？今日の夢、とてもリアル。こんなところにギーモンのぬいぐるみが。ぬいぐるみじゃない。え、話すの？しかも声がおっさん。夢だとおっさんの声で喋るんだ。ここは夢の世界じゃないぞ。声がおっさんじゃな。全然可愛くない。夢ならもっとこう可愛い声にならないの？夢じゃない。はぁ、たくしょうがない。ギーモンだよ。うわー、ギーモンかわいい。おいっこな。よせよせ。ここは世の境。世の境？何それ。現世の思い出を忘れてあの世に旅立つ場所。あの世に旅立つ？混乱せず旅立てるように、世の境はミオの思い出をモチーフにできてる。変な夢。僕は世の境のガイド。行くべき道を示す。それがガイドの仕事さ。ガイド？うわ。さあ、このドアの向こうはミオが望む世界。くぐればきっと現世のことなんてどうでもよくなる。もう苦しまなくてもいいんだ。さあ、ミオの望む世界へ。私の望む世界。ほらほら。何これ、どこにも繋がってないじゃん。ミオ戻って。ミオ誰？キクちゃんって呼んで。キクちゃん。これ以上ガイドの話を聞いたらダメ。戻りましょう。こら、邪魔するな。邪魔じゃないわ。ミオはまだここに来る人じゃないの。そんなことはない。ミオが自覚してないし、この世界すごく不安定だわ。ねえねえ、ここは夢でしょ。ちょっと怖いんだけど。まだミオの運命は定まっていないはず。ん？じゃあ何かの弾みで幽体離脱しちゃったってこと？幽体離脱？そう、たまにあるんだよ。幽体離脱しちゃってここに迷い込む人。そんなことないでしょ。私生きてるもん。
とにかくミオを現世に返しましょう。この世界のガイドなら手伝って。確かに間違って迷い込む人はいるけど、はっきりしないと手伝えないよ。手が大丈夫、現世の記憶を思い出して。そんなの夢よ、夢、早く覚めて。いや、もういや。ミオ、アラタを思い出して。無理、もうこんなの嫌。逃げないで、アラタのことを思い出して。夢でしょ、何もしなくてもいつかは覚めるもん。ここは夢じゃないの。アラタに言いたいことあるんでしょ。ミオの望む世界は。新たに伝えなきゃ。戻っちゃった。ここ夢じゃないの。世の境にいれば現世のことをどんどん忘れていくわ。だから絶対忘れてはダメ。帰れなくなるから。忘れたら帰れなくなる。モガリだ。モガリ？ドアが。モガリは世の境を守る番人。やっぱり何か普通じゃないことが起きてる。逃げましょう、あっちよ。ちょっと待ってよ。モガリに捕まったらここから出られなくなるわ。出られなくなる？ミオの運命が決まったんだよ。ここまで来たら大丈夫。モガリは駅には近づけないの。ミオ、帰るんでしょ？帰るにはこの夜帰りの電車の切符と帰りたいって思いが必要なの。切符と思い。忘れ物口に行って。どんなものを忘れたか尋ねられたら思い出を言うの。思い出？そう、新たに伝えたいことあるんでしょ？前を向いて。うん。忘れ物口ってどこよ。忘れ物口なんてないよ。ミオは旅立つんだ。さ、現世のことは忘れて。いやよ、新たに伝えたいことがあるの。あ、携帯ってつながるかな。つながるわけないだろう。ミオ、もしもし。あ、新さん、私だよ、ミオ。ミオ、ミオなのか。嘘だろ。ちょっと一瞬だけど新たな声が聞こえた。え、世の境と現世がつながったの。ダメだ、電波悪いのかな。現世と携帯でつながるなんて、あれれ、おかしいな。あれはミオの忘れ物口。私の。ここから私たちは近づけないの。頑張って。ここが忘れ物口。私は忘れてなんかない。すいません、忘れ物をしたんですけど。何を忘れたんです？新たに会ってちゃんと伝えたいんです。何を。何をって、なんだっけ。ちょっと待って。
何ですか。ちゃんと忘れ物を言ってくれないと。忘れ物、新たとの思い出、美咲で、うまく伝えられなくて。待ってください、私ちゃんと覚えているんです。何を。それは分かったろ、旅立ちの準備を。いやだ、忘れたくない。新たのこと忘れるなんて。大丈夫だよ、ミオ。キクちゃん、でも私思い出せなくて。ちょっと動揺してるだけよ、落ち着いたら大丈夫。どうしてキクちゃん私に優しいの。私の名前も知ってて、新たなこととかいろいろ詳しいし。わからないの、肝心なことは忘れてしまった。ただミオを世の境で見つけて助けなきゃって。現世で何か関係があった人なんだよ。関係性の深い人は形をなし、そうでない人は影になる。関係性の深い。ごめんなさい、キクちゃんのこと思い出せない。私はそんなこと気にしないから、ミオの思い出、思い出す方法を考えよう。ねえ、キクちゃんはどうして忘れ物口のこと知っていたの。ここはミオの世の境だから、私の時とは感じは違うけど、一度は現世に帰ったの。ここ二度目ってこと。なんか頭が混乱してきたぞ。ミオが来てからおかしいや。すんなりあの世に行かないし、もう僕もわからない。そうだ、大神様に話を聞きに行こう。大神様は世の境のことを何でも知ってるんだ。大神様。もう閉店だよ、帰ってくれ。話したいことがあるんです。話？知らないよ。この前のお代もらってないんだ。置いてさっさと帰ってくれ。騎士も織香さんですよね。騎士も新たです。はあ、バレてたか。俺のことは分かったんですか。甥っ子の顔ぐらい分かるわよ。久しぶりだな。それよりこの前レイを目で追ってたろ。そんなこと。お願いがあって来ました。いや、ダメ、無理。お前には絶対近づくなってじいさんに言われてるから。さあ、もうすぐ夜だ、子供はさっさと帰れ。どうしても救いたい人がいるんです。ダメだって言ってるだろ。話を聞いてくれるまで帰りません。お前に協力なんてしたら、私は。ミオが死にそうなんです。助けてください。この辺り昔よく遊んでたから。ここが大神様の家だ。ここは小さい時よく通った森屋だ。昔のまんまだ。おいしそうなお菓子がいっぱい。ラッキー。
ミオちゃん。森おばあちゃん。森おばあちゃん。お久しぶり、ミオちゃん。お久しぶりです、森おばあちゃん。本当懐かしい匂いがする。よく来たね、ミオちゃん。さ、何のお菓子を買っていく？お菓子買わないの。もしかして大神様って森おばあちゃん？ここはミオちゃんが望む世界よ。ミオちゃんがそう思うなら、私が大神様というお役目なのかしら。きっとそうです。ねえ森おばあちゃん、私元の世界に帰りたくて。わかってるわよ。でもミオは帰りたいって言うだけで全然思い出せないんだ。思い出す方法を教えて、森おばあちゃん。ミオちゃんは嫌なことがあるといつもここに来た。嫌なこと？そう、きっと嫌なことがあるのよ。思い出せないのではなくて、ミオちゃんが帰ることをためらっているのね。そんなことない。私、帰りたい。本当にそう思う？生きるって苦しいでしょ？人生は自分の思い通りになんていかない。だから帰るのが怖い。怖くなんかない。私、あなたに会って伝えたいんだもん。何よ？それは、嫌なことがあるといつもあのドアの向こうで一人で泣いてたわ。つまりドアの向こうにはミオちゃんの嫌なこと、恐怖が置いてある。帰りたいなら乗り越えるしかないんじゃない？大丈夫、怖くない、怖くない。分かった、待て、落ち着け、待て、舐めるなよ、舐めるなよ。話は大体分かった。いいか、私は力を貸すわけじゃない。自分で何とかしな。はい。あの子が一番深く記憶に残ってる場所分かるか？記憶の深い場所分からないです。そこが現世とあの世の接点だ。随分時間が経ってるから、そこで彼女の魂を呼び戻すしかない。発表会、歌は好きなのに人前になると歌えなかった。緊張すると声が裏返ったりかすれたり、音を外すから音痴だっていじめられた。それからまたバカにされるんじゃないかってビクビクしてた。やりたくもないバレエを続けさせられてうまく踊れなかった。恥ずかしかった。頑張ってもうまくならなかった。全然褒めてもらえなかった。だから私、努力するのをやめたんだ。ここは何してんだよ。痛いや。だって持久走とか超だるいじゃん。歩きながらでも最後まで完走しろよ。たく、無理。こんなことやって何の意味があるの？私、苦しいことから逃げてた。
努力すること諦めてた。別に付き合ってるとかそういうんじゃないんだよね。うん、私新たのこと気になってて。あいつとは腐れ縁なだけで何とも思って。面倒になるのが嫌で嘘ついた。苦しいことや面倒なことから逃げて自分に嘘をついてた。なんとかなるだろうってその場しのぎで自分では何も決められなかった。周りの目線が気になって自分が好きなものでさえ好きって言えない。こんな私もう嫌だ。逃げるんじゃなくてダメでもいいから頑張りたい。自分が好きなものをちゃんと好きって自信を持って言えるようになりたい。ピアノの音？お母さんが大好きなミュージカルの歌。いつもリビングで鼻歌してるよね。この歌大好き。ずっと歌いたかった。どうせ私なんか、それが口癖になってた。嫌なところばかり、自分も好きになれない。傷つかない選択、距離を保って生きてきた。これでいいんだって思い込むようにしてた。でもこのままじゃ触れられなくなるって、話せなくなって、離れなきゃいけないって。だから変わらなきゃ。新しい私を私は見つけられる。怖くない、逃げない、伝えられる。ありのままの私を君に。どんな問題も痛みを抱きしめても泣かない、強くないけど弱くはない。諦めない私を君に。何をやってもうまくない、諦めて考え込んで自分を責めては、自信をなくして落ち込む。ダメな自分を見せて嫌われたくなかった。近くにいるのにね、どこまでも遠いなって。でもこのままじゃ声も聞こえなくなって、同じ時間も過ごせない。忘れなきゃいけないって、だから探し出すんだ。私を私は見つけられる。怖くない、逃げない、伝えられる。ありのままの私を君に。どんな問題も痛みを抱きしめても強くないけど弱くはない。諦めない私を君に。新しい私を私は見つけられる。諦めない私を君に。
怖っ。みんな。またですか。はい。頑張らない私を注意するアラタ、憂鬱を吹き飛ばすために私を連れ出してくれるアラタ、水族館で一緒にペンギンを見たり、急いで天川岬にクジラを見に行ったり、夕日と一緒にアラタの写真も撮った。私、アラタに会いたい。会ってどうしても伝えたいことがあるの。乗り越えたよね。ありがとう。やったね、ミオ。うん。寂しいけど、もう戻ってくるなよ。うん。ありがとう、みんな。何やってんだ、あなた。あの世にミオを助けに行くとか、なしだぞ。ミオを見捨てたりはしない。ありがとう、キクちゃん。最後まで思い出せなくてごめんなさい。私も思い出せなくてごめんなさい。でもミオが帰れるって思ったら、私、キクちゃん、ごめんなさい。笑顔で送らないとね。苦しいよ、ミオ。戻ったらゲーモンと話せなくなるの寂しいよ。僕もミオがいなくなるのは寂しい。ゲーモン大好き。苦しい。森おばあちゃん、ありがとう。頑張った時にはご褒美にお菓子を食べて森おばあちゃんを思い出すから。食べ過ぎちゃダメよ、ミオちゃん。ちゃんと帰りたいって思いは持った。
ミオ、おかえり。戻ってきちゃった。なんで？ミオが望んだんだろ？ここに戻りたいって。え？どういうこと？ここに戻ってきたってことは、心の中では現世に帰りたいなんて思ってなかったんだよ。嘘だったの？帰れるって嘘だったの？ちょっと話して。嘘じゃないよ。現世に帰れる人はこの方法で帰れるんだから。やっぱりミオはそうだ、もう一度森おばあちゃんに会いに行こう。森おばあちゃん、私帰れなかった、帰れなかったよ。帰りたい、私帰りたいよ。ねえ、どうして帰れなかったの？私は大神。これが本当の姿。迷い込んだ魂を救う者。ミオが帰れないのはきっとモガリのせいね。モガリが、なんで私の邪魔を？ミオ、帰りたいという思いは？伝えたいことを思い出したの？伝えたいって気持ちはあるのに、どんなことを伝えたかったのか忘れてしまって。そこにモガリはつけ込んだ。帰るにはモガリを退ける強い思いが必要ね。強い思い？何を伝えたいのかちゃんと思い出さないと帰れないわ。思い出したら帰れる。嘘じゃない、今度こそ帰れる。大丈夫、ミオならできるわ。自分を信じて。さ、お行きなさい。縁日だ。ここに何があるの？ねえねえ、もう現世のことは忘れないよ。黙ってて、私は迷子なの。え、ギーモン、本当に私を返す気あるの？ガイドならちゃんと道を示して。だ、全然取れねえ。ねえ、大物狙いやめて小さいのにしたら？あの金魚。これは去年の夏だ。慎重にね。来い来い。ミオは雑だけど性格いいぞ。雑は余分。ミオの家来たらお前のこと大切にしてくれるぞ。カモン！やった！アラタすごい！だろ？もう一回もう一回！任せろよ！アラタ。あの日、アラタに伝えたかった。思い出せない。なんて言われたのか、どうして思い出せないの。
とても珍しい事象ゆえしばらく観察させていただきました。私はモガリと申します。あなたがモガリ。私は絶対帰るんだから。ええ、私もそうなると思っていました。だがお主は帰り道を忘れてしまっている。忘れてなんかない。お主は切符をお持ちだ。では帰れるでしょう。帰るからほっといて。現世とあの世、断りをもって律となす。しても従っていただく。しただけだ。ミオは今のうちに逃げるんだ。でもドアが。心配しないで、僕に任せて。キイも私を返してくれるの？モガリに向き合うミオを見てたら応援しなきゃって思えたんだ。ミオ、君の行きたい場所を示す、それがガイドである僕の仕事さ。ありがとう、キイも。おのれ！さあ、僕の口の中へ、急いで！間違いしてた。私はキクちゃんって呼ばれてると思ってたの。キクちゃんはキイちゃんだったの？
でも、なんでキイちゃんがここに？いつも優しく声をかけてくれてありがとう。私を大切にしてくれてありがとう。とっても嬉しかった。もうすぐ帰るから、待っててね、キイちゃん。今度は私がミオを助けるから。え？自分の思い、帰り道を思い出して。うん。俺さ、ミオのこと好きだよ。嬉しかったのに、聞こえないふりをした。新たな気持ちが、近づけば近づくほど怖くなって、素直に返事できなかった。私なんか愛される価値なんてない。無性な人間だし、今は何かの勘違いで好きでいてくれても、本当の私を知ったら、嫌われるんじゃないかってずっと怖かった。でも新たに会えなくなって本当の気持ちに気づいた。ここは？
お主がここに来た意味、運命を受け入れるのだ。ここに来た意味なんてわからない。私の運命なんてもっとわからない。でもわかることはある。私は元の世界に帰る。帰り道はわかるのか。思い出したの。ならば確かめてみよう。思い出を切符に、思いを頼りに帰る。しただろう。力を使うのはじいさんに禁じられてるだろう。おい、聞いてるのか。ミオ、危なかったぞ。私が連れ戻さなかったら。どうしてそんなことをするんですか。もう少しだったのに。ふざけるな。あのままならお前が死んでたんだぞ。俺が死んでた。助けてやったんだ。感謝ぐらいしろ。ミオ、オリカさん、僕を病院に連れてってください。頭冷えたか。はい。幽体離脱は一歩間違えば自分の命が危ない。もう二度とやるな。小さい頃、母さんにも同じように怒られました。父さんが死んだ。あの日から俺を拒絶するようになったんです。俺の力が、キシモの力が嫌だったんです。あの日お前は何をした。今日と同じように突然能力が発動して幽体離脱をして、桜が待ってる場所でミオと一緒に恋しよう。帰ってきたら父さんが死んでて。どこなの。あ、あらた、あらた、あらた、運命と向き合うのだ。
現実を見よ。なぜお主が世の境に来たのか。あの日、新たと喧嘩した日、急いでた。会ってちゃんと謝って、自分の思いを伝えようって。私、事故で。嘘、違うでしょ。死ぬの？運命だ。なんで？次の日も新たに会ってたのに。ミオ、これが現実だ。思い出があるから辛いのだ。思い出は必要だもん。そうでしょ、そうでしょ。死んでいくのに思い出は必要ない。精一杯生きて思い出をいっぱい作りたいの。死ぬのは今じゃないでしょ。新たに伝えたいの。自分の気持ちを。いやもう少しだけ時間がある。別れを告げてきなさい。私はここに私はいるから。あなた、ごめんなさい。オリカさん、何も感じないのか。はい。看護師には親族だって嘘ついてきた。オリカさんの力で身を戻せないんですか。うん、魂が肉体を離れて時間が経ちすぎてる。急に力がなくなって、力さえあればもう一度。バカ言うな。兄貴のようになりたいのか。父さん、お前の親父はお前らをあの世から連れ戻すために命を落としたんだ。俺たちを。また母親を泣かせたいのか。お前の母親は
もう二度とこんなことが起こらないように、お前を岸本家から遠ざけた。お前のことを嫌ってたわけじゃないんだ。嫌ってますよ。俺を遠ざけて拒絶して、何も連絡をせずに、今も近くにいれば岸本の血が騒ぐからだ。お前を愛さなかったのではなく、愛しているからこそお前の力を嫌ったんだ。大嫌いなその力で今度は救える人がいるだろ。あなた、ミオ、ミオ、いるのか。あなた、そこにいるのか。いるよ、ここにいるよ、私。ミオ、ミオ、私ちゃんと会って伝えたかった。あのね、私いるんだろう、ミオ。思い出せない。あなた、心当たりあるか。記憶の深い場所。患者を連れ出すなんて、戻ったら怒られるぐらいじゃ済まないぞ。現地に着いたら一人で行け。余分な意識はない方がいいからな。はい。岸本の地下。独り言だから聞き流してくれ。私も昔、大切な人をこの世に呼び戻そうとした。私の兄、お前の親父だ。でも結局できなかった。怖かったんだと思う。運命を変えることが。今は後悔してる。どんな運命が待っていたとしても、やれることはやるべきだった。必死な新を見て思い出したよ、大切な気持ちを。私と同じ過ちは繰り返すな。お前は私のように後悔ばかりする大人になるな。いや、迷うんじゃない。お前の帰るべき場所はここだから。ミオ！キクちゃん、キーモ、ミオ、本当にこれでいいの？本当に後悔しない？どれだけ頑張ってもダメだったし、もう私には。そんなことない！でもモガリは、これが私の運命だって。ミオの運命は誰が決めるの？諦めるって運命を選ばない限り終わりじゃない！あの日、ミオは私に言ったわ。またキーちゃんの元気な姿が見たいなって。私もまたミオの元気な姿が見たいな。
また同じ夢を見たの。崖から落ちる夢。なんだろう。地に足つけろってことだろ。ちゃんとついてます。また寝坊だろ。え、なんでわかるの。顔が薄いから。地面と空の間を言うとくさ、地平線って言うじゃん。海だと水平線、空と宇宙だと何、空平線。なんだよ空平線って。もっとロマンチックに言えられるかよ。空と宇宙の間は空の彼方。約束した、最後まで投げ出さないって。思い出した、まどかにちゃんと言わなきゃ。私、新たなこと気になってて。本当の気持ちを伝えちゃったら三人の関係が崩れる気がして怖かった、とても怖かった。だから自分に嘘をついてきた。でも自分に嘘をつくのはやめようって、ちゃんと伝えようって思ったの。私ね、あなたのことが好き。私の忘れていた本当の思いは、あなたとまどかに伝えたい。すべて乗り越えたようね。さあ、お主が向かう世界に行くがいい。このドアの向こうに私の望む世界はない。もう誰にも左右されない。私の運命は、私の人生は自分自身で決める。お主の向かう世界はどこだ。私は、私の生きる世界に向かうの。
もっといっぱい思い出作ろうよ。一緒にさ。ミオ、思い出が足りないよ。あの日の返事。